皆さんおはようございます。この神様の御言葉を皆さんと一緒に学ぶ機会を与えてくださることを本当に心から感謝いたします。今朝は聖書の朗読は詩編8編ですね。この写真はこれは天の川です。カメラで撮ったものです。天の川、大体私たちが夜、空を見ると雨、星と雲と他の問題がありますけれども、これは、大きなカメラで撮った写真です。夜の星を見ると驚くべきものだといつも感動します。晴れた夜、遠くで光る星の美しさは創造、クリエーションの神秘と素晴らしさに、ただ、言葉もなく神様を崇めるだけです。もちろん星を見て深い感動を覚えるのは私だけではありません。3000年ほど前にも若い羊飼いダビデは夜の空に、静かに広がる美しい星を見て心を打たれました。彼はその時の気持ちを詩に書きました。前に詩編8編、1節から、9節までけれども、3、4節言ってください。今、スクリーンにありますね。3節と4節、あなたの指の技である点を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人は何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人の子とは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。今の時代はダビデの時代よりもはるかに天体、地球、太陽、月についても多くのことが知られています。ダビデの知っている範囲は彼の視界とその時代の知識に限られていました。望遠鏡や顕微鏡、望遠鏡は空ですね。顕微鏡は、細胞のこと、原子のことがよく見てますけれども、それによって今は世界をもっと詳しく探求できるようになりました。現代的な発明によって大きな宇宙や小さな原子の世界をもっと詳しく知ることができます。これはハッブル。ハッブルは人の名前ですね。ハッブル宇宙望遠鏡です。この望遠鏡の長さは 6.5 メートル。直径は 2.5 メートル。重さは12トン。重いです。この望遠鏡を軌道に乗せるスペースシャトルを使いましたですね。その時は2000トンの燃料を使いました。2000トンですね。たくさん。この軌道の高さはこの地球から560-570ミリぐらいですね。この天体望遠鏡から撮った写真は無限に広がる美しい宇宙の構成を映し出しています。確かに、それはこれらのものを創造された神様の全能の力をはっきりと表しています。これは望遠鏡からの写真です。昨日はちょっとカード配りました。後でもう一度配りますけれども、これはこの望遠鏡は2週間一ところに光を集まりました。私たちの目が集まる日、光が集まることができない。でも望遠鏡が集まります。写真の、神と同じですね。だから2週間がですね、同じところ。このところは月。月の、私たちが夜の月を見ると、あの直径を50分。の位置に分けて、あの小さいところをじっと見て、この写真を撮りました。
この中に、これは銀河系、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 これは銀河系ですね。遠い、これは星です。ですね、星です。星です。遠いですね。わあ、すごい宇宙がありますね。それからこれは三つの銀河系ですね。これは近いではありません。これは前、これはもうちょっと後ろが離れていますね。でもこの素晴らしい写真をハブルで望遠鏡で撮りました。これもありますね。素晴らしいですね。これはホコリです。ホコリとガスです。それからこの上のところに星があると思ってますね。それからこの辺からジェットがありますね。これは3光年の長さです。長いです。長い。素晴らしいことですね。この宇宙の中にこのようなものがありますね。この望遠鏡の前にこのことがある、かどうか分からなかったですね。目だけけれども神様が人間をよく手伝いました。宇宙の大きさについても考えてみましょう。宇宙の での距離はあまりにも長いので、天体にあるものの間の距離を表すのに光年 と、という単位を使います。1光年は光が真空中を1年間に進む距離です。光は1秒間に3万キロメーター進みます。つまり光は1秒間に地球を7、8回回っています。早いですね、うん、1年間に光が進む距離は 9.5 兆キロメーターです。ですね。長いですね。これは地球はこっちにありますね。この太陽と他の惑星も小さいです。これは1週間の光の距離。これは1ヶ月。これは1年間の距離です。これは、星雲です。大きな星雲。これも星がなくなった星雲ですね。大きいものです。素晴らしい。宇宙は素晴らしいところですね。光年という単位は距離です。時間ではありません。ですね。これは距離。距離だけですね。それから太陽以外でもっと、最も地球に近い星は 4.2 光年です。光年です。地球に最も近い銀河系は20万光年です。ね、だから一番近いの、銀河系へ行くと光の速さで20万年かかります。はあ、これこの次のこれはアンドロメダ銀河系の写真です。これは私たちが住む銀河系に似ていると思われています。我々の銀河系からは、250万光年離れていって、銀河系の直径は22万光年以上です。すごいね。本当に宇宙は莫大です。知れば知るほど、ますます人間が小さいものであることが分かりますね。晴れた夜に見えるたくさんの星にもいつも感動します。我々の見える銀河系の星の数だけでも200兆あります。この銀河系の中に200兆星があります。アンドロメダ銀河系には2000億の星があると
推定されています。ハブル宇宙望遠鏡には何億もの銀河系が宇宙に存在することを示しています。科学者がこの写真は前と同じこの科学者たちは宇宙には10の25兆の星が存在していると概算しています。10の25兆という意味は10ともう25の0ですね。何ですかこの万、億、兆、それから25の0がありますね。すごいです、すごいです。もし私たちが1秒間に100兆個の星を数えても全部の星を数えるのに3000万年かかります、1秒間に100兆数えると3000万年かかります。すごいですね。それからこのこともあります。下のこれは詩編147編4節主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。こう書いてあります。神様は星の数を知っているだけでなく、すべての星に名前をつけられました。神様は本当に偉大ですね。私は子供たちの父に名前を覚えるのは時々間違えますね。神様がこの星が間違えないで全部の名前が分かっていますね。すごいです。しかし宇宙の大きさを知れば知るほど人間のサイズは小さいことが分かりますね。小さい。それからこれはアパロの、月からこの惑星地球が見えますね。それからもう一つはこれは地球と月です、ね、それから地球が見えますか。これは、この写真は衛星から、60億キロ、地球から60億キロから写真です。はい、そうです。これは、この青い点は地球です。星が見えないですね、全然見えないけれども、この地球はここにありますね。すごいですね。どうですか、もっときれいになりますか。この光はカメラからの、光がちょっと反射しましたですね、けれども、関係はありません。これは地球です。青い点ですね。宇宙の大きさについて、本当に大きいですね。人間の小ささ、弱さ、命の短さに比べると、宇宙の存続している長さ、星のエネルギーの大きさは人間の想像を超えています。宇宙の偉大さは私たちを謙遜にします。何よりも神様がこれらのものを言葉で作る力を持っておられるのです。神様の創造物の中で私は一体何者なのでしょうかと人間が思うのは自然です。私たちはこの地球の中で一瞬にして消えてしまう存在です。私たちの想像を超える大きさと動きと力を持っている宇宙という強大な機械は、私たちの命令などには全く応えません。それは
哀れむ感情もなく、人間の涙にも全く無関心です。それは力のある命令によって創造されました。そしてそれは自然の法則に従って動いています。人間が何を言っても何を考えてもそれらには関係はありません。宇宙の大きさの中では自分は無に等しいものです。人間が世界中に散らされても火山灰のように誰も欲しいとも探そうともしません。人間とは何者なのでしょうか？と哲学者は言います。もし科学者がこの質問に答えるなら、人間は進化した最高の生命体であると答えるでしょう。私たちは単に何十億年もかけて偶然に進化した結果存在しているのだと言います。生きて死ぬことが一連の進化を早めます。ですから一つ一つの命は深い意味も目的もありません。食って産んで死ねばいいのです。このような情けない答えは私たちを絶望的にします。生きていて何になるのでしょうか？愛したり働いたりすることに何の意味があるのでしょうか？ですから食べて飲んで楽しもう、明日の命もわからないのだからということになります。道理で今日の多くの若者は生きる意味を見つけることができずに絶望していくわけです。驚くべき宇宙は神様が作ったと信じても、そのような全能の神様によっては人間は一体何者なのでしょうか？しかし3000年も前に同じ質問をしたダビデは神様を創造者として認め、神様を礼拝し褒めたたえています。ダビデは計り知らない広大な宇宙を見て、自分はつまらないものだとは思いませんでした。天を作られた同じ神様が自分も作られたことを悟り感動しています。この神様は無数の星の数を数え、そのすべてに名前を付けられたのです。ダビデは同じ神様が銀河系を創造された偉大な方であり、しかも一人一人の人間の毎日の小さいことにも目を留めてくださる方であることに気づきました。人間には威厳が与えられています。威厳ですね。 Dignity。 一人一人は大切な存在です。その理由は人間が優れているからではなく、人間を作られた大方が優れているからです。大事なことは自分が自分をどのように思っているかではありません。神様が自分をどう思っておられるのかということです。神様はいろいろな方法で人間に関心があり、思いやっておられることを表しておられます。理由1は、神様は人をご自身の形に作られました。創世記の1章の26節と28節、ここに書いてありますね。同じ写真に、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、神は人をご自身の形として創造された。
神の形として彼を創造し、男と女にとに彼らを創造された。人間は目的もなく偶然に存在しているものではありません。銀河系は確かに美しいものですが、人間の体はそれらよりも何倍も複雑に作られています。自然がどれほど大きく力があっても、人間の考えたり愛したり苦しんだり神を褒めたたえたりする能力には及びません。人間には理性があります。自分の考えや気持ちを相手に伝えることができます。私たちは道徳的に正しいことと間違っていることを心でしています。霊的な世界があることにも気づいています。私たち人間はサイズ的には本当に小さいものかもしれませんが、星の距離を測ることのできるものは、その測っている星よりもはるかに優れたものです。次の理由に、人間は神様の作られた、ちょっと説明しますね。これは星が爆発しました。それかこの周りの雲です。これは星雲というものですね。それからこれはエスキモという星雲ですね。エスキモの何ですかのような形ですね。エスキモ、これはキャッツアイネビュラですね。猫の目かもしれない詩編8編の6節、あなたの御手の多くの技を人に収めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。人間は神様が作られた地と空、海の生き物をすべて支配するように命じられています。つまり私たちは神様の作られた世界の管理者なのです。私たちには仕事が与えられています。神様からの仕事です。神様は人間にこれほどの権威を与えてくださいました。人間は神様を知るように創造されています。そしてその神様が人間に目的と権威を与えておられます。続けて、これは星ではありません13ですね。これは聖書です。神様が人間にご自身を表されました。人類の初期には神様は人間に直接話をされました。今の時代には聖書があります。聖書の言葉は全て天地を作られた神様の言葉です。この中には人間が現世と来世に生きるために必要なことが全て書かれてあります。神様が聖書という神様の言葉を人間に与えて、今生きている世界の現実を理解し学べる、機会を与えてくださっています。第一ヨハネ2章の3節に、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかりますと書いてあります。目的を持って天地を創造された神様が聖書を私たちにくださったのは、人間が神様を知ることができるためです。これは、太陽の写真です、この温度は5000度、ぐらいですね。あの暑さ、暑いね。14、
神のご自身がイエス・キリストとして人間の形をとってこの地上に来てくださいました。神様は天使としては来られませんでした。イエス様は赤ん坊としてベツレヘムに生まれました。神の御子が人間となって来られたことは、神様が人間の体を尊んでおられるからです。人間の体は星や太陽に比べると小さくて弱いものです。しかしダビデは詩編139編の14節、ここに書いてありますね、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどですと言いました。これは人間の細胞の真ん中からの DNA、 これは細い長いものです。これは長さは3メートルぐらい、このような形です。これはプロテイン、タンパクのものです。大変複雑です。だから、3兆ぐらいの、プロテインがあります。小さいものです。神様がそれを作りました。私たちの各細胞にあります。すごいです。だからダビデは、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどですと言いました。私たちの体は胞子を、光らせる核反応よりもはるかに複雑です。これ5番目の理由は、イエス様は人間の身代わりとなって死ぬために来られました。私たちは神を無視し自分勝手に生きてきました。神に逆らって罪を犯し、自分で神様から離れています。ヨハネ3章16節を見てください。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、よう愛された、あなたの名前を入れてくださいですね、よう愛された、トーマスを愛された、ハイム先生を愛されたですね、ウスキ兄弟を愛されたですね、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が素晴らしい天地を作られました。しかし神様が最も愛しておられるのは、宇宙の中でも小さくて青い惑星、つまり地球に住んでいる貧しい弱い罪深い人間なのです。神様は誰も滅びることを望んではおられません。神様は世界中の人々を愛しておられます。しかも愛していると言われるだけではなく、その愛を表してくださいました。ヨハネ、ヨハネの15章の13節を見てください。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。それから、ローマ書の5章の6節から8節まで、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は
私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが犯したすべての罪はすでに創造者であるイエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架の上で罰を受けて死んでくださり、私たちの罪の償いをしてくださいました。銀河系を作られた神様がこれほどまでにあなたに目を留めてあなたのことを思いやっておられます。この真理は私たち人間に希望を与えてくれます。進化論の偶然に進化したという絶望的な考え方とは逆です。それから6番目、これは、アポロの時代の、この衛星がもうすぐ月に到着しますですね。この16ですね、神様が人間に示された真理があります。それは私たちの近い将来と遠い未来に関する神様の約束です。ヨハネ10章の10節で、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと言われました。つまり、あなたの人生には目的という意味があるということです。あなたは宇宙の誇りである無意味な粒子というとは全く違います。天地の神様はあなたが人生の生きる意味をして、それを成し遂げることを望んでおられます。これは今生きている時のことです。遠い未来においてはあなたが永遠の輝かしい天国に来て神様にお会いすることを望んでおられます。ヨハネの14章の1節から3節まで、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に行っていったでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいる場所にあなた方を もおらせるためです。イエス様は、死人のうちよりよみがえられたので、このような約束をすることができます。イエス様の墓は空です。天地を作られた方は死に打ち勝つ力を持っています。ダビデは貧しい羊飼いの少年でしたが、創造主の神様が彼の人生に確信を与え、自分自身が 何者であるのかをはっきりと理解していました。羊飼いのダビデは夜空をじっと見て驚きつつ、それらを作られた神様の偉大さを見ることができたのです。それではヘルクダって詩編8編の3節4節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人は何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人の子とは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と言いました。しかし、ダビデはその答えも知っていました。ですから、ダビデは困難の状況の中でも神様を信頼することができましたし、王様としても国を導くことができたのです。天地を作り、
それを支えておられる神様が目的を持ってあなたを作り、あなたの人生の中でその目的を達成したいと願っておられます。私たちが孤独に感じたり、この人生の目的がわからないのは、私たちが創造主から離れているからです。神様が私たちを離れていったのではなく、私たちが神様から離れて自分勝手な道を歩んでいます。神様は私たちが神様のところに来ることを望んでおられます。これはイエス・キリストを救い主として信じることによってできます。イエス様の血はあなたの罪を洗い清められました。その清めを受け入れてください。イエス様はあなたの命を豊かに与えてくださいます。あなたの人生に起きることはどんなことでも神様には関心があり、大事なことです。神様はいつもあなたのことを見ておられ思いやってくださっています。天文学者はこの星雲を発見したとき、神の目と名前をつけました。神の目、本当に神の目ではありません。爆発した星です。けれども3000年前、ダビデは詩編33編の18節にこう書きました。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、その恵みを待ち望む者に。2000年前にイエス様の弟子ペトロは神様の人間に対して思いやることについてこう書きました。これは第1ペトロ5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。ダビデのようにこの宇宙の創造者、聖書の神を信じ従いましょう。じゃあ祈りをいたします。天の父なる神様、今日あなたの素晴らしい宇宙のことを見ました。私たちは本当に小さい、弱い、見えないものです。けれどもあなたが私たちをこの星と銀河系よりも愛しています。あの愛を表しました。イエス様が私たちの罪の罰を受けて私たちの身代わりに死んでくださったことです。本当に感謝します。私たちは毎日あなたの愛を覚えて、あなたの御言葉を読んで、あなたの命令を従って、あなたの名前を褒めて耐えることができますように祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。 Thank you.